あ、なるほど。逆に言うと、箕輪に勝ってもらいたいわけだな。箕輪が勝たないと、まあ箕輪その阻止するべきがニアンということになります。さあスタート、箕輪先行、追走のニアン。うわぁ、どうだ、箕輪もちょっと今心配なところがあった。先進があったかな。どうでしょうか。微妙なところだけど、今のはニアンのミスだろ。フラグは接触あったかというか。さあ箕輪、ではシリーズランキング今2番手6ポイント差でアンディを追います。箕輪慎二、さあスタートしました。ニアンが先行、追走の箕輪慎二だ。さあ少し距離を置いてが箕輪慎二、1コーナー飛び込んでいく。早くね、早くね、それさあニアンは止まるか止まるか止まるか、マンディが腰が戻った。くるんくるんと回ったニアン。さあ先ほど谷口さん、はい、まあ、どんなことが起こってたっていうところもお話ししていただきたい。そうですね、走り始めましたね。さあどうしました。ワンモアですね。ワンモア、ワンモアです。あーらららニアン、ニアンどうした。先行の箕輪追走のニアンですが、ちょっと進入でニアンがミス。シフォン赤いランプがついて、今レッドランプからブラックアウトでスタートをしました。ニアンが先行です。追走の箕輪、さあ少しその間を持った形でニアン、これではどうだ、戻ってこれるのか。ニアン、またグラベル、いや、なんとか戻りましたが、初めての対戦ということになります。さあ、先行の寺町追走の箕輪慎二、チリチャンピオンかかっている、どんな走りになるんでしょうか。負けられない一戦です。そうですね、さあほぼ同時期で1位は、やばいやばい、ベタベタで、ベタベタで、うわー、どうだ、攻めてくる攻めてくる箕輪慎二。そして一旦ここは穴回したで遊びを持ったが、あとはもう一度攻めていく。寺町もいいこの先行の走りを見せている。さあスタートしました。箕輪、そして追走の寺町、やったらやり返す、そんな状況が生まれるのか。加速をしてくる1コーナーへ向けてのストレート、さあ振っていった、ぐーっと寺町も迫ってくるが、寺町はこれで戻ってこれない。やってもうた、やはり気持ちが空回りか。さああとは箕輪がしっかりとこの先行の走りを見せてくる。箕輪も手抜かないですね。箕輪慎二が勝っているんですよね。その時の横井正史、かなり悔しそう、そんな思いが乗っかってくるんでしょうか。横井先行、箕輪も追走です。さあ1コーナー飛び込んでくる。ここから距離感はビタビタだ、ビタビタだ、ビタビタだ。では見てもらいましょうか。はい、箕輪が先行、そして追走の横井。さあ1コーナー飛び込んでくる。さあ黒つけていった、じわりとじわりとつけていって、横井が攻めていく、横井が攻めていく、箕輪が、さあどうでしょう、横井がそこほど振りはせずといったところもいいですが、横井が追走も嬉しい。そして、もう、まだまだ詰めていく。